にちは、柴田です。今回はフェンダーのジャズマスターとジャガーを鳴らし比べていきたいと思います。ファンクおじさんでマイニューギアしたジャガー、そしてこちらはジャズマスになるんですけれども、遠目から見たらねちょっとね分かんないぐらいピックアップの大きさしか違いがないように見えますが、大きな違いがあるんですよね。これは、まあ、皆さんご存知かと思いますが、スケールです、まあ、スケールというのはこうネックの長さですね。ジャズマスの方が断然長くてロングスケールになっております。でジャガーがショートスケールです。このスケールの違い、そしてピックアップの違いでどういう風な音の差が出てくるのかというのを見つつ、まずショートスケールとロングスケールでどういう風な違いがあるかっていうお話をしましょうかね。知らない方もねいるかと思いますので、こちら短いジャガーになっております。大きな違いはというと、このスケールが短いとですね、テンションがめちゃめちゃ緩いんですよ。テンションが緩いということは、この弦の張力がねゆるゆるなんですよ。大げさじゃないぐらいゆるゆるで、ほんとね弦落ちフレットからねこう外れてしまうぐらい弦がゆるゆるなんです。なので少しね太めのゲージを張った方が良いでしょうね。ではショートスケールジャガーの生音、これを軸にジャズマス鳴らしてみましょうかね。あ、ボディはね、こっちの方が軽いっすね。で、ジャズマスです。うん、こっちの方がなんかこう弦の振動感がしっかりしてる感じがありますよね。ジャガーの方がどっちかっていうとパシャパシャしてる。やっぱりこう弦の緩さもあって。うん、パシャっとした感じしますね。まあ、この生音がどれぐらいね出音に影響しているかというところでございます。ではジャガーからいきましょう。ではリアです。カッチカチのキラキラ、ちょっとねトーン絞ってもいいかなね、これぐらいでいいかなっていうところですね。でミックス、フロント、うん、これなんとなくねこう小ぶり感があるシャープというか、ちょっとミックス、うん、独特のパシャパシャ感っていうのはやっぱ生音からもちょっと残ってる感じしますよね。ではジャズマスターでいきます。一音一音の強さありますよね。ミックス、このきらめくミックス、これがやっぱね人気の秘訣でしょう。でフロント、圧倒的にジャズマス、埋もれない感じですよね。独特のねやっぱシャリーンと、これミックスなんですけれども、ここがやっぱねいいんすよね。ではオーバードライブを踏んでいきましょう。ジャズマス、
スらしい、まあそのままですね、ジャズマスです。でドライブを踏んだジャガーがどんな感じになるかというと、リアからいきましょうかね。ギャイーンです。違いが分かっていただけたんじゃないかと思います。弦調の長いジャズマスターは割とね、軸がしっかりしていて、弦の振動感をねやっぱ感じますよね。こう重心がしっかりしてる中で、でジャガーはどちらかというとこう短い中でパシャパシャ鳴ってくんで、ギャッギャッギャッみたいな感じ。見た目はね非常に似ているんですけれども、テイストも全然違うと。まあ、うちにはね、フェンダーのサイクロンもあるんでね、サイクロンとジャガーもね、ちょっと鳴らし比べると面白いかな。ちょっと近々やってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。